にちは。こんにちは。僕はコーンクリームポタージュが好きです。はいはいはい。僕が行くゴルフ場の、一緒によく行きますね。あ、はい、あのゴルフ場の日替わりのスープ、はい、なかなか、ね、僕はなぜかコーンポタージュに当たりません、はい、いつも味噌汁か豚汁で、はい、当たりの日次回に1回ぐらい当たったら僕は喜びます。確かに。で調べたらなんかコーンポタージュって自分で作れるらしくて、はい、しかも簡単そうだったから、うん、作っていきたいと思います。はい。まず用意するものはもちろんトウモコロシ。はい、トウモコロシ。メイちゃんのそう、作り方見たら、はい、なんかあれかぼちゃのスープとかと一緒で、はいはい、なんか一回こう煮込んでミキサーにかけてもう一回熱通してみたいな、はい、あれを徳ちゃんとビシソワーズを作りましたんで、それとビシソワーズ作ったんすか。そうですか、ビシソワーズってあれっすよ、あれ豪快。すごいケケがいっぱい、はい、じゃあこれをちょっと切って、はい、あの電子レンジで2分。ラップかなんかかけるんですよ。いやもう普通に電子レンジで2分かけてます。取りやすいように、うん、こんくらいでお願いします。2分でお願いします。で、これにはあもう茹でてもらっていいです。はい、あの作り方は玉ねぎと玉ねぎとトウモロコシと。はい、なんだっけ、コンソメとか混ぜて作るけど、はい、ちょっと僕今回ニンニク使おうかなと思って、うん、なんかオニオンスープとかもあるぐらいだから、はい、ニンニクも多めに入れてみたらどうなるかなって思ってやってみたいと思います。はい、匂いマシマシですね。コーンポタージュオニオン入りスープで、コーンポタージュっていうことはクリーム系がいろいろいるわけですね。そうです。牛乳とあと生クリームとかあったらいいですね、はい、生クリームがちょっと足りないからバターを多めに入れて、なるほど、またクリームに戻るんじゃないですか。なるほど。玉ねぎを切ります。玉ねぎを切って2分の1個です。で固形コンソメも、準備します。はい、これですね、固形コンソメ。固形コンソメも溶けやすいように包丁でこういう風に切っていきます。ほうほうほう、わかりました。本当に2分でできるんですかね、これ。 できるらしいですよ。じゃあこれ、これバターでまず炒めますね。はい、まあ、中火でちょいバターと、でバターをちょい多めに入れます。ダバダバか。玉ねぎがこう飴色になるまで炒めます。おお、レンジがチンしました。レンジがチンしました。うわ、いい香り。バターと玉ねぎなんでこんなに合うんだろう。あ、それはもう一旦ここにも入れるんで。あ、もう一回火通すってことですか。そうです。なのでこのぐらいでいいという感じですかね。で、なんて言うんだろう、外してもらっていいですか。その一個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 マジですか。バラしてもらって。あ、意外に簡単ですよ。あ、そうですか。バラすのバターちょっと多めに入れて、で、これ多分だけど、これでいけると思う。あ、そっちですね。どうせなんて言うんだろう、これだ、粉々にするから。こんな感じで取ってもらっていいですか。です。多分どうせここに入れるんで、はい、それでいいと思います。はい、手で剥いてもいいんだろうけど。あっつ、これ火が通ってないから黄色くないですかね、あんまり。それともこういう種類ですかね。わかんない、火通ったら黄色くなるんじゃないですか。コーンポタージュって自分で作れるんだね。あ、これのコーンを全部すりつぶさずに残すっていうことでしょうかね。え、コーンは全部すりつぶしますよ。なんかコーンポタージュってコーンつぶつぶが入ってないですか。入ってないです。それがカン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 とかのああいうイメージじゃない。あ、僕のイメージはもう全部ないですか。でもないやつ、うん、粒が残ってるのってカンパニーのジュースぐらいじゃない。あ、そうです、ね、お店とか出るので粒が残ってるのってあんまり。ああ、あれよ、すいません、安いのしか。あ、そうか、商品ですね、うんうんうん、すいません、今度からじゃあ粒なしのだけお願いします。上にパン粉みたいなのクルトン、クルトン、クルトンあったらよかったなって今更は。今から焼きます。飴色になってきたので、はい、トウモコロシも入れます。はい、めちゃくちゃ。あ、で、僕今回オニオン入れるとか言ってたけど忘れてました。あ、そうですね。
オニオン多めにこれ切っといてください。はい、スライスですかみじんですか。もう適当でいいですよ、どうせミキサーに入るんで、はい、あ、そっかそっか、はい、OK です、入れてください。はい、ポーンと、まあ、ちょっと焦げが出てきたな。コンソメはまだいい。で、コンソメと水を加えます。水はどれぐらい。水が 100cc お願いします。はい、あ、オニオンの匂いもやっぱ一かけ入れるだけで。オニオンの匂いも 2,3 分煮込みます。キャンチョメ、はい、キャンチョメ、キャンチョメちゃん、ここで独自の味を入れてみてもいいんじゃないでしょうか。塩コショウします。ああ、いいですね。で、ここから独自の味付けをしていきたいと思います。はい、どうしますか。何入れたら美味しくなりそうですか。わさびとかいいんじゃないですか。わさびは良くないと思うな。でも、もう何も別に入れない方が美味しいと思うんですよ。チーズ。あ、粉チーズとか。あ、粉チーズ。いや、チーズいけると思うけどな。粉チーズ、粉チーズちょっと言っときますか。なんか合いそうな気がする。同じ色だし、はい、粗熱が取れたらミキサーに入れます。いつものチーズのプロテッターでいいんですかね。はい、お願いします。すごいチーズの匂いします。粗熱取ります。あ、少しが、ありがとうございます。これで、この間 VC ソワーズは大変な事態になったんですよ。どうなったんですか。ジャバジャバジャバって漏れてきました。こぼれた。はい、じゃあ行きます。粗熱取れ、何個取ったらいいかな。フーフーします。そういう取り。あ、でもほら熱入れたらどんどんコーンが黄色くなっていく。あ、本当ですね。ああ、じゃあやっぱり熱の問題なんですね、あの白っぽいの。チーズが固体で残っちゃって、はい、そういうことか。最後に入れるべきだった。はい、もみもつさんとこよ。もみもちゃん、よしよしよし、よしよし、よしよしよし、よし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 、よいよいよいよ、目安にすごいぞお前。よし、ほいちゃんミキサー入れていきましょうかね。はい、そう、じゃあいきますよ。はい、粗熱取れたので、ちょっとこれチーズは完全に失敗でしたね。絡みつきそうです、ね、余計なことしました。はい、オリジナル、もしかしたら美味しいかもしれない。味が美味しいかもしれないですけど、チーズ玉がいっぱいできちゃった。はい、じゃあウィーンとお願いします。汁も出てこんかな。あ、やばいかも。やばいですかね。大丈夫ですって。いきますよ。つぶつぶがなくなるまでするのが好きだな俺は。はい、トロットロになりましたね。わお、これを、またお鍋に移していきますね。はい、ほいほい、ほいほいと、うわ、こんなドロドロになるんだ。そしたらば、はい、ならば牛乳を入れて沸騰させないように火にかけます。はい、牛乳は 300cc です。はい、200と、はい、これ100ぐらい入れて、これのこれを入れて、全部入れちゃいましょう。これが中の料理で使った余りなので、はい、これが100入れて、うん、たらこれが200入って、300と。はい、まあ牛乳だけで十分なんです本来。ただちょっとクリーミーですね。クリーミーにするためにクリームを入れましたね。今回普通のするのよりバター多めとクリーム多め、うん、はい、でチーズはいらないと。それでやったらまともなのができます。チーズどこ行きました。チーズは消えましたね。消えましたね。大丈夫じゃないですかね。大丈夫そうですね。はい、沸騰しない程度に。なんかもっと黄色い感じがしますね。うん、もっと煮立たせたら、煮立たせるというか、こう温めたら黄色くなるのかな。まあ、でも、いや、裏ごしとかはしなくても。ああ、でも裏ごしは書いてなかったんで、書いてなかったですか。僕は粒がある方が好きなんで、こっちが好きですけど。やっぱ、フードプロセッサーよりこのミキサーの方がもしかしたらいいのかもしれないですね。それがあんまり粉々にならなかったからこんなの。じゃあ、まあ、完成です。はい、飲んでみましょう。はい、もう直でいきます。はい、完成でーす。はい、あ、これも、それそれそれ、はい、はい、完成しました。はい、そしたらいただきましょう。いただきます。ちょっと飲んでみましょう。美味しいかな、はい、粒々感たっぷり。
うん、ミキサーが良かった、つぶつぶすぎる。味はでも、うん、クリーム。あ、うん、味は美味しいですね。味は完璧だけど、あれですね、つぶつぶ皮が残りすぎてる、はい、いや、美味しい。いや、味は完璧だ。味は美味しい。うん、ちゃんとしたミキサーがないと無理だ。ザルでやれば、こしたらいいのか、はいはい。あ、こしたらじゃあ味はかっぺきポータージュだけど、ちょっとシャキシャキ、そうですね、皮の食感が残ってるから、はい、まあ、こっちの方が好きな人も絶対いるだろうし、うん、こしたら普通のコーンポタージュになるのかなって感じです。はい、僕はこれが好きかもしれません。こんな残ってるもん、皮が、うん、この分の食感がすごいもんだって、本当に。はい、わあ。すごい、完成です。これちょっと抜かす。できました。完璧、完璧。それが完成でしたね。完のべき。子供様、パーンしますよ。いや、びっくりするぐらい完璧にコンポタージュになった。食感もめっちゃうまかった。あっという間になくなりましたね。だ、僕がこれ上手なんで、こすのは上手ですか。こすのはもう僕に任せてください。裏越しの天才シュートミクトクとこう基礎やった。シュートミクトクって裏越しの天才だったんですか。はい、ありがとうございます。わー、はい、これじゃあコンポタージュが、あ、そうですね。はい、はい、これが本当のコンポタージュです。本当のめっちゃうまかった。でも俺牛乳も好きだから牛乳飲もう。うん、めっちゃうまい、完璧でしょ。うまい、うまい、完璧なポタージュになった、うん、これですね、うん、これがポタージュです。今度かぼちゃとコーンスープを混ぜたかぼちゃコーンスープっていう新しいって言ってたら多分あるんだよな、絶対。でもやってみましょうね、はい、ということで、はい、コーンポタージュ大成功でした。成功です。ありがとうございました。ありがとうございました。夏にぴったり。あったかいですけど。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、はい。